こんにちは、マスミです。本日は文字数制限のない FAQ チャットボットの実装方法を解説します。より具体的には前回解説したマップリデュース、マップリランク、リファインのアルゴリズムをどのように実装するかを解説します。本動画ではラングチェインと前回解説した文字数制限のないチャット GPT を実装するためのアルゴリズムを用いて解説していくため、もしもこれらについてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールは特定の YouTube の長文の字幕情報に対して質問ができるチャットボットの構築です。システム設計としては YouTube の字幕情報を取得して、前回解説したマップリデュース、マップリランク、リファインのアルゴリズムを用いて回答を生成するという流れになります。実装方法としてはラングチェーンというライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的にはラングチェーンの中の Chains という機能を利用していきます。 Chains とは複数のプロンプト入力を実行する機能です。ここから Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築としてラングチェーンを用いるため pip インストールラングチェーンをしておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をした後に API キーを次のように設定していきます。ご自身で発行した API キーをこちらのダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。もしも OpenAI の API キーの発行方法をまだ知らない方は以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。次に YouTube の字幕情報を取得するために必要な YouTube Transcript API というライブラリをインストールします。最後に今回用いるチェーンで必要になってくる TikTok というライブラリをインストールします。これで環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を説明します。まずマップリデュースの実装方法を解説します。今回は YouTube を学習したチャット GPT の実装方法という YouTube の動画をまず YouTube ローダーで読み込み、キャラクターテキストスプリッターによって分割をしていきます。そして分割されたテキストをドキュメントのリストとして格納し、ロード QA チェーンというモジュールを用いてマップリデュースを行うことができるチェーンを生成します。そして質問文としては YouTube を学習したチャット GPT を実装するためにインストールが必要なライブラリを教えてと設定しました。ここまで用意したドキュメントのリストと質問文をチェーンに入力し実行することで質問することができます。それでは実行してみましょう。それでは出力結果を確認していきましょう。まず YouTube の動画から字幕が取得されて合計5分割されていることがわかります。そしてマップリデュースでは5分割された塊それぞれに対して指示文が実行されます。このように1つ目の塊、2つ目の塊、3つ目の塊、4つ目の塊、5つ目の塊それぞれに対して指示文が実行されています。そして最後に改めて全てを統合して指示文が実行されて次のような結果が出ました。該当するテキストはありません。ただしチャット GPT を実装するためには以下のようなライブラリが必要になる可能性があります。 PyTorch、Transformer、Tokenizers、NumPy、Pandas、Matplotlib などが挙げられます。このように誤った結果が出力されました。そして今回のマップリデュースに関しては合計52秒かかっていることがわかります。続いてマップリランクの方法を説明します。マップリランクでは先ほどのマップリデュースのチェーンタイプをマップリランクに変えることで実装することができます。それでは実行してみましょう。そうするとこのようにチャット GPT が出す自信度の強さを出力してくれています。最終的な出力結果としては ChromaDB、TikTok、YouTube Transcript AI をインストールする必要がありますというような結果になりました。そして実行時間は10秒でした。このように環境構築に関する部分は全体の文章の中の一部分に集中しているためマップリランクの方が精度が高かったことが考察されます。また実行時間に関してはマップリデュースよりもマップリランクの方が最後の統合する時のチャット GPT の実行が不要なため短いというふうに考察されます。最後にリファインの方法を説明していきます。リファインも先ほどと同様にチェーンタイプをリファインに設定することで実装ができます。そしたらこちらも実行してみましょう。
それでは出力結果を確認していきましょう。マップリファインでは1つ目の塊に対して実行された結果を2つ目の塊に対してバトン形式で渡していく形になります。最終的な出力結果としては次の通りになります。今回英語で出力されたため、次のように次の文章を和訳してというプロンプトを実行してみましょう。そうするとトランスフォーマーズ、トーチ、YouTube DL などのライブラリをインストール必要がありますという結果になりました。こちらは誤った結果のため、必ずしもリファインの時に精度が高くなるとは限らないということが分かりました。また他の例においてもリファインを使うと英語で出力されることが多いため、もしも用いる場合は最後に和訳のプロンプトを挟むことをお勧めします。実行時間に関してはここまで説明してきたマップリデュースとマップリランクよりも時間がかかります。理由としてはリファインでは順番に1個ずつ実行していく必要があるからです。最後にここまで解説した文字数制限のない FAQ チャットボットの実装方法を Web アプリに落とし込むと、このように強化版チャット GPT のようなものが作れます。チャット GPT とラングチェーンを用いた Web アプリの開発方法は以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。以上、本日は文字数制限のない FAQ チャットボットの実装方法を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。またチャット GPT の仕事の相談をしたい方や、チャット GPT の仕事に携わりたいエンジニアの方は概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。